木村聖太郎木村聖太郎から1919 19年7月25日は明治時代大正時代の政治家、当院長木村家三代の世襲議員の初代政治家である木村秀夫衆議員議員の父、木村俊夫衆議員議員の祖父、1894年衆議院議員となる。1904年に貴族院議員となる。 帝国議会の衆議院議員及び貴族院議員。稲部軍党委員長出身。伊勢国稲部郡北大社村の名門の豪農の家柄出身。若い青年時代から会心党委員となる。地方議員となり、三重県会議員、三重県会副議長、三重県会議長を歴任する。食産工業、交通運輸、関西鉄道取締役として、 三重県内の鉄道を設立するなどの地方の公共事業に貢献した。衆議院議員の当選回数は5回。1894年の第3回衆議院議員総選挙で初当選した。1894年の第4回総選挙で再選される。1898年の第5回総選挙。1898年の第6回総選挙。 1902年の第7回総選挙でも再選された。以後は衆議院議員を辞職して、1904年9月29日、貴族院多額納税者議員に転身した。1919年7月25日に死去した。稲部軍の遅延、血縁重視の地域主義者で、関係に逆らい1873年の地租改正条例に反対するなど、 公共心を持ち地域貢献した政治家であった。ありがとうございます。